さあ始まりました、ポジドラ。どうも大竹遥でございます。まあこの格好を見てもらえばね、何を話すかはね一目瞭然だと思いますけれどもね、まあ、アルモンテ選手と立浪さんがドミニカで接触をしたというね話がありまして、でトースポーさんかなで、1ヶ月ぐらい前にアルモンテ選手再獲得みたいな見出しが踊ったんですけれども、僕はねまだそこでいやまだこれは飛ばし記事の可能性がある、まだ喜ぶなまだ喜ぶなぐっとこらえていたわけなんですけれどもね、まあ立浪さんとアルモンテ選手がこう実際に会食をしたというのを見てね、もういても立ってもいられなくなってですね、このヒゲと、このアルモンテ選手、これねブライト選手のじゃないですよ、アルモンテ選手のですよとね、押し入れから引っ張り出してきたというわけでございます。だからレプユニ買うぐらいにはねアルモンテ選手のこと大好きだったんですけど、実はこのレプユニをね買って現地に着ていく前にアルモンテ選手対談されてしまって一度もこれ着てないというね、話です。まあ、昨日のね阿部選手の時もね、レプユニのこと言いましたけれども、やっぱ出会い、別れがあれば出会いもある、まあ、そういう季節なのかなというね、話です。まだ決まったわけじゃないですけど、これがぬか喜びになる可能性もありますけれども、まあいいだろうと一旦パーッとやろうよというね話でございます。でまあ好きという感情がね先行してちょっと冷静さを欠いているんですけれども、僕アルモンテ選手をね、獲得した方がいいなと思っている理由がありまして、まあなんといってもね日本の野球に慣れていてある程度成績が見込めるっていうのが一番かなと思いますね。昨今、まあ、最近はなかなかこう外国人助っ人を取ってくるのがそもそも難しいね、どの球団見ても思うような、期待していたような成績はなかなか残せないというのがね現状でございまして、まあ、ちょっとはね良くなってきた戻ってきたとはいえですね、円安やら何やらでなかなかというね、ところもあるみたいで、マイナーからもなかなかいい選手取れないっていう中でね、こう NPB を知ってくれる選手っていうのが取れるのは非常にいいことなんじゃないかなと思います。でなんかいろんなみんなのねこう反応を見てると、おおむねあ戻ってきてくれてありがたいみたいなねいう感じですが、まあ心配を上げてる人も、まあ、中には結構いて、まあ怪我、まあアルモンテ選手日本に3年中日に3年いて、2年目3年目がまああんまり出れなかったのかな、50試合ぐらいかなどっちもということがあって、で韓国 KBO 行ってもアキレス腱痛めて途中でクビになってしまった、そういう過去はあるんですけれども、メキシカンリーグでは今年完走したらしいですね。なんかどうやら怪我が多いのは反省して体をかなり絞ったというね話で、完走したと、怪我は大丈夫でしょうというかね、多分ね怪我はまあこういう言い方が合ってるか分かんないですけど、まあ折り込みで、怪我も織り込み済みで取るんじゃないかなと思いますね。まあ外野手ねいい選手今いっぱいいますからね、まあ鵜飼選手を筆頭に、若手で言うとねいっぱい、ブライト選手も、福本選手もそうか、フェニックスリーグでね結果残した選手がいるんですけど、まあそれの、うまいことこう使い分けみたいな感じになるんじゃないかな、どうなんですかね。まあそれはね打つならねずっとレフトで使いたいですけれども、基本的にはそういう併用という形になるんじゃないかなというのが、まあ、僕の予想なんで、まあ怪我はまあ織り込み済みなんじゃないのとでアルモンテ選手ご自身も、まあそこは克服しつつあるんだというね、ことでございます。でもう一つね、日本でやれるのもう年だしみたいな話もあって、まあ、来年34歳なのかな、僕の一つ下になるのかな、でどうなんだろうっていうね、まあ年派には勝てないなんて言いますけれどもね、そこは確かにちょっと心配かなと、正直思いますね。メキシカンリーグで完走して結構なかなかの成績は残したんですけれども、なんかね調べてみるとメキシカンリーグって異常な打高らしい、ね、バッター異常にバッター有利らしい、でメキシコが何語かちょっと分かりません、ポルトガル語なのかな、まあ、サイト飛んで見たらですね4割バッターがね6人ぐらいいるとんでもねえぞと、3割後半入れたらねもうベスト50にはもう入れないんじゃないかなぐらいいましたね。とにかく打高だということで、まあ、メキシカンリーグの成績をそのまま鵜呑みにするのは危険だなと、
ね、日本で活躍して、帰っていった助っ人たちがメキシカンリーグで何人もプレーしてるんですけど、みんなね異常な成績を残している。日本では考えられないぐらい高い高水準な成績を残しているということで、まあ、メキシカンリーグの、成績をそのまま日本で残せるかっていうとなかなか難しいのかなっていうのが実情かなと思いますけれども、アルモンテ選手ならきっとやってくれるでしょう。ナイスガイですからね、性格も非常にいい選手だ。楽しみですね。もう絶対取ってほしいですけどね。でまあ再獲得っていうとね、僕昭和63年世代だとやっぱりねゴメス選手がね一番こうパッと思い浮かんでくるんですけど、まあきっとゴメス選手のように再獲得してからもやってくれるでしょう。ゴメス選手ね戻ってきてからもねかなりやってくれましたからね。まあそんなところでしょうかね。どうですか皆さんは、アルモンテ選手もし来てくれたら僕はこのヒゲつけてね応援行きたいんですけどね。で、まあ、でもヒゲってどうなるんですかね。そういえばね、立浪監督はヒゲはダメだっていう話、髪染めとヒゲはダメだっていうんですけどね、アルモンテ選手にはね例外を認めてほしいなと僕のようなね、こう迷える子羊のファンのためにもね、アルモンテはヒゲは OK だというふうにね、特例をね敷いてほしいなと思いますけれどもね。まあ、現実的にまあアルモンテ選手だけ取るってことはないでしょうね。まあ何人か、あと1人ないし2人ピッチャーか、まあ、ピッチャーは行くんじゃないかな。でもう1人野手取れたら取るみたいなことだと思うんですけどね。でレビーラ選手と、ガルシア選手だっけ、ごめんなさいちょっと失念してしまいましたけど、育成ね落ちしてますから、まあ、そこがものになってくるまでの契約じゃないかな。まあ単年契約っていうのがまあ現実的かなとは僕はね思いますけれどもね。あと年俸もどれぐらいになるのかなっていうね、いろいろ、ありますけども、5000万ぐらいどうですかね。でもなかなか最近この助っ人選手っていうのがね、期待通りの活躍をしてくれるってことがなかったんでね、もう非常に今から楽しみだというね話でございました。なんかいい季節ですよね。出会いもあれば別れもある、別れもあれば出会いもある、そんなね季節で、一喜一憂しておりますけれども、まあ、ポジティブにドラゴンズを応援したいと思います。以上大竹遥でございました。ナイスゲーム。